問いただいたので、長文やっていきたいと思います。でも長文ってめんどくさいよな。でも苦手な人ほんま諦めんといてな。絶対答え書いてあるから、ちょっとやっていきたいと思います。で、まずこのピンクで蛍光で、線しているところ、これわからん単語とします。でどうやってじゃあわからん単語がある中で読み進めていくかっていうことなんだけど、まずは絶対に、最初、一番最初に、質問、一番目の質問ね、これ見てください。で、テトラポッドアーと書いてるから、テトラポッドとはみたいな話ね。ごめん、ちょっと答えも書いちゃってんねんけど。で、テトラポッドってあの波避けるやつみたいな感じなん、最初ね。で、始めるとき必ず、タイトル、ここを、見てください。First steps、なんや、最初の一歩みたいな感じかな。問題によっては問題文を見て、それと似たようなセンテンス探して、その前後読み込むことで分かる部分もあれば、答えの選択肢が要約してあって、内容全部読まないと結局分かんないみたいなものもあるので、しっかりね、読み込んでいきましょう。読むときのコツは、一つ目はもう前から読んでいく。これちょっと後でやっていきます。で、二つ目は推測しながら読んでいく。There are two major groups of animals. あります。Two major groups of animals. 二つの大きいグループ、動物の。Those which have backbones.、このダッシュ、これは前のことをさ、前の補足をしてます。で、ここは、それら、which have backbones。バックボーンがあるものと、and those which do not。持ってないもの。で、このバックボーンって何かなっていうのを、もし分からなかったら、連想してみてください。バック、後ろ、ね。ボーン、骨。だから、後ろの骨。後ろの骨。バックってそういえば背中のこともバックっていうような。じゃあ、背骨かな。で、あともう一つ、バックボーンって、その人が生まれ育った背景とか環境とかね、その人のキャリアとかそういうの全部バックボーンって言ったりするような、どっちかなって想像しながらね、読み進めていきます。要はだから、バックボーンがある動物とないグループと、大きい二つの、グループがあるよってことが、ここの一行目で言われています。Animals with backbone are known as vertebrate. バックボーンがあるアニマルは、ここで一旦区切るよ。as known, 知られている vertebrate として。で、ここ vertebrate がこれがわかんない。でもまあ、これ骨としたらね、骨のある動物っていうのは vertebrate として知られているっていう感じで推測していきます。The first vertebrate that developed. ここも一旦ね、関係代名詞で区切ります。最初の vertebrate 発展したはフィッシュだった。And for a long time, 長い間、they were only the、vertebrate. それらは唯一の vertebrate だった。Then, around 374 million years ago, まあ大昔、some of these fish, ここで一旦区切ります。それらの魚のいくつかは、moved out of the sea, 海から出て、and began living on land,、地上でね、住み始めた。っていうふうになります。どんどん塊を作って前から訳していきます。These become, それらは the first tetrapod. 今度、新しい単語出てきたよ。ファーストテトラポッドになったって書いてます。それらがファーストテトラポッドになった。で、こっからが問題です。あ、tetrapod is a creature which has four limbs. で、これテトラポッドも limbs もわかんないとしてる場合に、もうこのまま当て込んでいきます。テトラポッドっていうのは、limbs を、4つの limbs を持った生き物っていうことね。あ、tetrapod is a creature。ここも関係代名詞になってます。which has four limbs。こういう風になってます。で、じゃあ、limbs って何っていうのが、後ろにちゃんと書いてあるからね。このダッシュは全部前のことを説明しているので、legs and either wings or arms、羽か腕、ね。足と羽か腕、どっちかね。を持ってると。depends on the kind of animal。それは、動物の種類によります。depend on は何々によるっていう意味です。depends on the kind of animal。種類による。で、ここの、ちょっと汚くなっちゃったけど、どこや、ハイフン。これか。これとこれで結んであるの。これ全部補足だから。じゃあ、その後、and a backbone。ここどこに繋がってんのっていうと、これは元のこの、ここの後ろに繋がってます。ここのね。which has four limbs and a backbone。ということは、limbs がここで分かったよな。足と、まあ、手足持ってて、で、その羽か腕かは動物によるんだけど、と、骨が、背骨を持ってるのが、a tetrapod っていうのがこれで分かります。で、一応まあその先も進めていくと、examples of tetrapod include reptile, birds, and mammals such as human beings とあるので、これ全部もし分からなかったとしても、もうこのまま当て込んでいけばいい。そのテトラポッドの例としては、何々含みます。reptiles と birds と mammals と、mammals って何 such as human beings 人間のような mammals あ、これ哺乳類のことかなみたいな感じで、分かんないものは全部推測しながら読み進めていくと、読み解けるようになってます。質問に戻ります。テトラポッドって何ぞやっていうところね。3番が正解。Animals with a backbone and four limbs、骨をと4つの手足ね、を持っているアニマル。これが正解です。